2023年を振り返りましょう。実況発信もあるよ。いやよ、めんどくさい。年末年始くらいのんびりするんだぞ。ていうか私たちの口が動かないんだけど。ああ、これはいつもと違うパソコンで編集してるからね。口角の初期設定が面倒だから一枚絵で表情をお伝えするんだぞ。いつもと違う感じだけどご容赦くださいだぜ。で、何を振り返るのよ。まあサクッと頑張ったことを振り返って視聴者様に感謝を伝えるんだぜ。頑張ったことなんて継続的に動画投稿したことに決まってるじゃない。週2回投稿を目標に夜しか寝ずに頑張ったんだぞ。夜しか寝てないのは普通として、最近は週1回投稿になっていたのは申し訳ないんだぜ。いい加減動画をストックすることをウープ主のおっさんには学んでほしいわね。とはいえ、6月末に待望の収益化を果たしたのは快挙なんだぞ。ゆっくりの料理動画はレッドオーシャンだけど収益化できたのは皆さんのおかげだぜ。は？私のおかげだが？フランの手柄なんだぞ。お前らはもっと謙虚になろうな。で、ここ半年の収益はいくらなのよ？これだけ頑張ったんだから10万円くらいはあるはずなんだぞ。1万5000円です。少なすぎる。スーパーサンクスをもらってこの金額だからな。まだまだだぜ。動画の収益は少ないけどスポンサー兄貴たちのプレゼントにはかなり助かってるわ。動画のネタにもなるし単純に嬉しいから編集のモチベーションも上がるんだぜ。スポンサー兄貴からもらった食材で料理作るんだよ、アクシロよ。スパイスから作るカレーやサバ缶料理や握り寿司は必ずやるぜ。握り寿司はウプ主の誕生祝いとして撮影予定なんだぞ。ちなみにウプ主の誕生日は11月頭です。2ヶ月近く過ぎてて草。とにかく、決して忘れたわけではないからスポンサー兄貴たちは安心してほしいんだぜ。ちゃんとプレゼントのお返しとして動画にするからのんびりお待ちください。支援してくれる視聴者諸君がいたら概要欄の欲しいものリストを見るんだぞ。じゃあ次は来年の目標を語るんだぜ。今のチャンネル登録者数が1150人だから、来年中に2000人。いや、2500人を目指すわ。おいおい大丈夫か？1400人くらい新たにファンを獲得するんだぜ。賞賛はあるのか？賞賛はないけど自信はあるわ。なんだこいつ。じゃあ2500人を目標に頑張っていくんだぜ。まだ登録していない視聴者諸君は登録よろしくなんだぞ。あとはメンバーシップの登録者数も50人くらいに増やしたいな。チャンネルの活動資金獲得動画を投稿しているからよろしくね。メンバーシップの動画撮影するたびに資金が減ってる気がするけど気のせいなんだぞ。有馬記念の結果発表動画も早く作成するわよ。ねえマリサ。あ、はい。というわけで、本日の動画は以上なんだぞ。皆さんも年末で忙しいだろうしさっさと締めるぜ。今後とも応援してくれる視聴者様は高評価お願いします。健康に気をつけて毎秒投稿しろよ、アクシロよ。って思った視聴者諸君はチャンネル登録よろしくなんだぞ。それでは来年も、ゆっくりしていってね。